夏アニメ毎週ラブコメランキング、4回目でしたね。はい、4回目でしたね。5作品、はい、ランキングしていきます。はい、まず第5位、はい、合計点数、はい、9点。あら、低いな。うちの会社の小さい先輩の話。5位なの？はい、5位になりました。そうなんだ、あれで5位してた。え、5位なの？4点ですよ。だから低い。だからあれで5位なんだっていう。そういうことね。で、今回猫展開からの初モデでしたね。そうですね。ちょっと僕犬広を思い出しましたもん、まず最初。何ですか？いや、あの猫の展開から、あ、いや、なんかすごい犬広のこと思い出しました。マジ関係ないですけど、これ犬広の漫画読んだんですよ。はいはいはい。めちゃくちゃ絵綺麗でしょ。あ、そうなの？なんかね、あのアニメでちょっとなんかあんな感じになっちゃってたけど。あ、全然違うんだ。マジ絵うまいっす。クソ絵うまい。だからあれなんか原作ファンのショック受けたんじゃない？多分。だ、漫画だったらめっちゃ面白いと思う、あれ。面白いと思いました。あ、ごめんなさい、もう関係ないですけどね。うん、まあ、あの僕はその小さい先輩の話に関しては、ちょっとやっぱ季節感でなんか乗ってこれなくて、うん、まあ、今夏じゃないですか。で、その、はいはいはい、お正月の話してるわけなんですけど、まあ確かにね、白崎くんのその同級生の子と主任のなんか恋愛展開の方がちょっと面白く見れてる感じがあるんで、うん、なんかもうお腹いっぱいかなっていう、うん、小さい先輩と白崎くんの話は、はい、だから多分今後点数上がることないですよ。よほどのことがない限りは多分点数上がらないですね。まあ、だからあの二人でドキドキしないから、はい、あの先輩がね、夢の話はみたいな、うん、LINE をね、二人にするじゃん、うん、だからあれもよくわかんないね。あれ、なんで先輩からなんだろうなって、うん、ということで、第4位発表していきます。はい、4位。合計点数10点。あんま変わんないじゃん。白聖女と黒牧師。あれ、なんか低いな。あ、Pさん4点、あ、6点。6点ですね。自分4点でしたかね。はい、まあって感じですね。うん、まあ、あのね、白聖女はね、やっぱコメが少ないんですよ。それがやっぱりちょっと偏っちゃった点数が。あれ、うん、あれ本当は原作はコメなんですよ。あ、そうなんですか。4コマだし。ああ、4コマなの。そう、そうなんですよ。なんですけど、はい、ちょっとなんか今回の話だけで言うと、僕はなんかちょっと重く感じたなっていうので、うん、なんかあんまり点数は上がりきらなかったかなという話でした。なんかローレンの過去の話というかね、うん、まあその迷子の話から始まって、はい、兄貴登場するじゃないですか。ああ、はい、あの女の子の、まあ、あの兄貴がいきなり手つないでるじゃないですか。はい、なんか全然うんみたいな。そうですね。まあ、なんかそういう感じですかね。はい、ということで、3位、合計点数が11点、堀宮。あー、低い。今回はですね、はい、敬語とあと目覚まし時計の話ですね、うん、柳くんの回でしたね、はい、もうほとんどラブなかったです。なんかそこなんですよ、普通に面白かったんですけど、はい、僕点数低いのは、はい、単純にラブがないから。いや、そうですね、僕もそれで下げてますね。まあ、あのコメディとしては面白かったですよ。そうですね、うん、あとその柳くんの変わりようもね、そう、ちょっとやっぱりどこ行ったのっていう感じが続いてますよね。今までちゃんとね、ラブを散りばめてた、うん、今回は本当にまあコメディだけかな。そうですね。ではですね、なんか上位に行こうとだんだんコメント少なくなってまあ多分、はい、第2位がですね、はい、まあ、一番話盛り上がるんじゃないかと思います。はい、第2位、合計点数が13点です。はい、引く。彼女をお借りします。引くで、あの今週は全体的に、はいはい、先週と比べたら僕は微妙でした。いや、僕もそうですよ、多分僕も先点数は低いと思いますよ。で、カノカニに関しては、はい、まあ、普通に面白かったですよ。ルカちゃんの、はい、まあ、プールのね、まあ、ルカちゃんの回です、ね、ルカちゃんの回でプールの話やりましたけど、うんうん、あの主人公あれで誰が好きになるのかみたいな。まあ、そうです、本当に。ただのなんか性欲の塊でしたね、今回ね。そうだし、天罰を与えてほしいって、はい、めっちゃ思いますよ、主人公に対して。確かにね、周りから見られてるとか、なんかプチ自慢も入るみたいな。いや、まあ僕あと一つちょっとルカちゃんで気になったのは、そのもう水着がドット柄なのに、うんうん、なんか上のリボンもドット柄で、ちょっとなんかファッション的にはどうなのっていうのはありましたね。あの鳴子を彷彿とする。ああ、そうですね、はい、っていうのもありましたし、まあ本当にまたさらにね、主人公がクズになってってるなっていう回でしたので、まあムカつきましたね。だ、最後になんかちょっとおまけで、あの水原さんがなんか、うん、主人公のこと好きになってるっぽいようななんか演出がありましたけど、なんかそれもさらにイラつきましたね。わかります、わかります、うん、やっぱそうなっちゃうんだみたいな、うん、いいとこしか見てないな。そう、ね、そうそうそう。いや、もう見せてやりたいな、あのデート。誕生日プレゼント用意してないんだから。そうなんだ、うん、そう、めっちゃムカついた。ムカついて、あの、なんだっけ、ないものはないとか言ってた。そうそうそう、ぶん殴ろうかと思いました。まあなんか期待させちゃいけないみたいなね、なんか本人的には意図があったんですけど、いや、それはないでしょって、別に言葉で言えばいいじゃないですかっていう話なんで。そうなんだよ、うん、であいつね、そのルカちゃんをこう泳がせてるのが腹立つんですよ、マジで。じゃあね、1位はもう分かりきってると思うんですけども、はい、リさんからお願いします。はい、好きな子がメガネを忘れた。ありがとうございます。なってんですか。合計点数が17点。おっ、過去最高得点高いですね。はい、うん、まあ圧勝でしたね。素晴らしい。
素晴らしかったです。あのね、なんでしょう、この気持ち悪さが面白いみたいな、うん、うまくできてますよね。そうですね。あ、そうそう、メガネお持ち帰りして、そうですね、なんかもう三重さんの本体みたいな感じになってましたね、うん、メガネが。で、その表現の仕方面白かったし、うん、なんか電話でメガネ汚いかもしれないから恥ずかしいからそのままにしといてみたいな、うん、時にもうなんか勝手に掃除しちゃいましたよみたいな、めっちゃ面白かった。これ僕はね、本当にもう最後ね、メガネを忘れなかった三重さんが、うん、あの二人きりのこの空間でこう手を触ってるのあったじゃないですか。なんかあそこの演出がめちゃくちゃ良くて、なんかすっごい優しい音楽で、かつなんか三重さんがメガネをしてるから、あの今のうちに小村君を観察しておきたいっていう、なんかあの感覚すげえラブしてるやんみたいな感じでめちゃくちゃ良かったんですよね。ああいうのが欲しいんですよ、堀宮に。そう、まあ、もう本当にでも今回のランキングでいくとね、もうなんか好きな子はメガネを忘れたを持ち上げるための他の作品みたいになっちゃいました。なんか独走しそうじゃない？まあ今のところね、いや今のところね、うん、まあ、まあ、このトップ3がほぼ毎回一緒なんで、うん、まあどれか順番が変わるぐらいで、まあ1位取ってる回数で言ったら多分好きな子はメガネ忘れたじゃないですか。見て、とにかくはいい。え、やば、俺結構今回面白かったんですけどあっちのパート全然、あれ前回のパートが良かったから、今回はあの司ちゃんのラブだったじゃないですか。うん、俺結構良かったです、ね、あれを見たかったなと思って、なんかずっとないがしろにされてたじゃないですか。あ、確かに、ね、うん、なんか俺もイチャイチャしてるのイライラしてちゃっていや、たまにやるぐらいだったらいいんじゃないかなと思って。あ、まあ、はい、ということで、はい、じゃあまたね、次週のラブコメランキングどうなるか皆さん楽しみにしていてください。はい、じゃあバイバイ。